1K17、1> 1ロシア語、117、アルファベット添加、1K17 スヘイティは、ソビエト連邦によって、開発、試作された自走レーザー兵器システムである。1970年代後半から、ソビエト連邦と、アメリカ合衆国では、各種の、未来兵器が構想された。アメリカは、戦略防衛構想の名で知られる、主に衛星軌道上から地上を、 地上から衛星軌道上の物体を攻撃できる兵器の研究開発に傾倒したが、ソ連も同様に各種の未来兵器を構想していた。その中でレーザー光線を軍事用に用いることが最も現実的かつ実現が容易であると結論づけられたため、ソ連軍当局はレーザー光線を軍事用に応用することに主軸を置いて研究開発を進めた。 一 k 1 7はそれら一連の研究開発計画に基づいて1980年代後半に開発が開始された特殊兵器で高出力のレーザー光線を発生させて照射するための装置を T-80 戦車のものを流用した車体に砲塔式に搭載した自走レーザー兵器である。レーザー放線車と呼称されることもあるが レーザー光線を熱線として発射して目標を破壊するものではなく敵の航空機やミサイル等のセンサーもしくは人間の視覚を高出力のレーザーで照射し損傷させて無力化するための兵器システムである高度な機密指定がなされていた最重要機密装備であったためにソビエト連邦が崩壊して各種の軍事機密情報が流出するまでは 概略程度しか知られておらず、詳細が判明したのは2000年代になってからである。レーザー光線を照射して、敵の兵器のセンサーを無力化する、というコンセプトに従い、1982年には、ウラル運輸車両工場にて、312の名称で、最初の試作車両が開発された。この車両は SU、SU-100P 試作自走法のシャーシの、 発展型の一つに左右旋回可能な箱型のレーザー照射装置を搭載したもので、1K11、11 1 1試験の意、e、の名称で各種のテストが行われた。1983年には、10-23から4、シルカ自走対空砲の主兵装である4連装 23mm 機関砲の代わりに、円筒状のレーザー照射装置を搭載した。 試作実装対空レーザー砲が製作され、1 k 1 1と並んで、各種テストが行われた。は、おおよそ8から 10km の有効射程を持ち、10km の距離で、ヘリコプターの機体、及びその搭載光学照準システムに対し、致命的な機能の損傷を与えることが可能であったという。この2車種の実績をもとに、 マルチビーム方式多連装レーザー照射装置を備えたシステムとして開発されたものが 1K17、117である。試作車両は1990年に完成し、1992年から各種のテストが行われた。開発チームの責任者はその功績により国家表彰を受けている。しかし、ソ連の崩壊に伴って、 開発計画は中断し、高額の開発費用から、ロシア連邦発足後は研究開発は継続されず、計画中止となった。1K11 は、車体部のみが、スクラップヤードに放置されているが、1K17 は、現在もモスクワ近郊の、軍事技術博物館で保管されている。前面から見た、多連装レーザー照射装置部 1K17 は 2S19。 ムスタ S152mm 実装榴弾砲と同一の車体に 2S19 とよく似た面構成の大型の砲筒を搭載している。砲筒前面にはレーザー照射装置が並んでいる箱状の構造物があり、この部分は限定的な範囲で稼働させて不行格を取ることができる。レーザー照射装置部の前面にはレーザー照射レンズが並んでおり、 レンズは水平に6機が並んだものを上下に2列、計12機を備える。レンズ部には、上下それぞれに開閉式の走行カバーを有する。上下のレーザー照射レンズ部の間には個別に、走行カバーが備えられた、目標標準、標定用のセンサー装置が設置されており、大小3機が配置されている。レーザーは母体にルビーを用いた、ルビーレーザーであり、発生装置には、 人造ルビーが用いられている。マルチビーム方式のレーザー照射装置は、線上に拡散して照射することや、特定の方向に指向して照射することも可能で、6機2段のレンズ数と合わせ、広範囲かつ多方向にレーザーの照射が可能である。副武装として、砲塔上面中央部右側の展望塔には、NSVT12.7mm 機関銃が、 装備されている。その他、砲塔前面の左右には、それぞれ3機の円幕弾発射塔が装備されている。巨大な砲塔の内部は、レーザー圧装置と、上院区画の他には、大出力のレーザーを発生させるための電源部となっており、大型の APU が収められている。砲塔上面の中央部、やや前よりの右側には、社長用と思われる展望塔が、 やや後ろよりの左側には円形のハッチがあり、このほか、上面後部右側には小さな角形のハッチがある。砲塔の側面上半部左右および後面にも複数のハッチ及びアクセスパネルと思われるものがあり、特に上面後部右側の角形ハッチと、側面右上半部後端の円形ハッチは、 実動試験時に撮影されたと見られる写真において、開け状態になっていることから、この部分には照射装置を稼働させた際に作動する、何らかの機器があると推測される。また、砲塔左側面後端部には焼けたような状態になっているハッチ様の部位と細いグリルがあることから、この部位が APU の排気管と見られる。2S19 と同じく、 砲塔前面下半部には、予備理体が装着されており、右側に2コマ、左側に2プラス1コマが配置されている。車体部は 2S19 のものとほぼ同じとみられ、車体前面下部の折りたたみ式紙、ドーザーブレード、車体後面の軟弱地脱出用木材なども、同様に装備されているが、現存する車両、及び、資料写真では、側面フェンダーを装着していない。 1>, 1 k 1 7の存在は極秘事項であったもののソビエトが走行車両に搭載可能なレーザー兵器システムを開発していることは詳細不明ながらも西側の軍事情報筋にも把握されており1980年代にアメリカ国防総省の観光したソビエトミリタリーパワー及びそれを情報源にした軍事雑誌の記事には 砲塔を持たない箱型の車体からレーザー光線を発射する車両の創造図が掲載されていたことがある。2015年にはマカオにある中華人民共和国のプラモデルブランドトランペッター花新発展有限講師より135スケールのプラモデルがロシアに地形17スヘイティの商品名で発売されている。操縦席及び砲塔上面には 社長用と見られるものともう一機のハッチがあることから、最低でも操縦手に加えて2名の、経営3名が登場していると推測されるが、乗員数については、正確な人数は不明である。この自走法の車体及び走行装置は、様々な車両に流用されており、有名なものとしては GM、GM-123 共通装置車体がある。これを用いた車両としては、 2K11 クルーグ対空ロケットシステムの、自走発射機である 2P24,2S3 アカーツや自走榴弾砲、2S4 チュリッパン自走迫撃砲、2S5 ギアツイント S 自走カノン砲などがある。ルビーレーザーではなく ND、ヤグレーザーではないかとの見方もある。税。2012年7月8日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年1月25日閲覧。 現存する車両には、機関銃本体は装着されていない。ありがとうございます。